はい、ミニリフト手術終わりました。直後なので、麻酔の影響で腫れてるっていうのが大きいですね。で、切開したのは髪の毛の中からこの耳の前までです。で、ミディアムリフトの場合はもっと上の方まで切ってこめかみも上げて耳の後ろまで上げてちょっとフェイスラインも上げるし、フルフェイスリフトだとそれプラスもう後ろの方まで切ってフェイスライン首もしっかり上げるんだけど、今回一番マイルドなミニリフトです。で、それなりに上がります。で、直後は腫れてて突っ張ってるんで腫れが引くと、もうちょっと下がってきますね。1週間2週間の経過でもうちょっと、下がります。でもちろんこの腫れて顔が膨らんでるのももっとすっきりします。この腫れは麻酔の腫れがほとんどなので1日か2日でかなり引きます。で、縫った糸は、1週間後に全部抜糸します。で、手術した当日ぐらい軽く圧迫するぐらいで、それ以降は、それほど強い圧迫とかいらなく、髪の毛を下ろして傷隠れて、なんとか人に会えるかなっていうぐらいのレベルだと思います。で、髪の毛洗ったりするのは、3日間ぐらい避けてもらいます。3日ぐらい経てば傷はもうくっついてるんで、よほど傷をねゴシゴシこすらなければ洗ったりできますので、1週間後抜糸の頃にはもうかなり大きな腫れは引いてます。化粧もして普通に人に会えるぐらいのレベルになっていると思います。はい、じゃあいいよ。